皆さんこんにちは。なめないのプロジェクトの福田和子です。えー、今日はですね、えー、緊急避妊薬を薬局でプロジェクトの共同代表としてもあの出ています。えー、今日の放送はですね、当分無料でご覧いただけます。夜の放送も含めた過去の放送は YouTube のメンバーシップにご登録いただくと、いつでも好きな時に見放題になります。 また、こちら2つの上位プランも用意しておりまして、こちらにアップグレードいただくと、上位プラン向けの限定動画も見られます。皆様ぜひご登録アップグレードいただき、番組継続のためご協力いただければと思います。 はいということで今日もよろしくお願いします。えっ、ー、とタイトルね今こそシとこエ S R H R 緊急非ニ薬の試験販売が開始ということでお届けしていきたいなと思うんですけれどもいかがでしょうかこのニュースねあの新聞とかテレビで見たよという方もいるかもしれません。であのこの緊急非ニアについてはですねあの二千十 6年ぐらいの時に私が、まあ、スウェーデンにあの留学を1年していたんですけれども、まあ、その時にたまたま薬局で緊急避妊薬があの売られているのを見て「え緊急避妊薬って薬局で売られていいんだ」と見つけてしまったのがですね、まあ、きっかけになって、えー、それからずっとこの緊急避妊薬が、まあ、日本でも。 薬局で売られるちゃんとこうねあの活動を何て言うんですかね勉強会で始めたのは本当に5年前ということであなんか気づいたら5年も経っていたみたいな感じなんですけれども、まあ、そういう中で今回ですね一つ大きな、まあ、進捗この薬局で実際に処方箋なしですごく一部なんですけれども、まあ、あの販売がされ始めたということでですねじゃあどういうい風に入手できるのかとかとそそもそも この試験販売に至るまでの流れだったりじゃあ今後どうなっていくのかなといったことをですね今日はお伝えしていければと思いますのでちょっと初めてのね一人語りみたいな感じなんですけどあの頑張りたいなと思うのでよろしくお願いします。 はいではですねちょっと早速スライドを使っていきたいなと思うんですけれどもまず緊急避妊薬とはとととはいいいうところから始めたいなと思います、えー、緊急避妊薬、まあ、通称アフターピルとかも呼ばれたりしますけれども、えー、これはですね、まあ、避妊を失敗してしまった時、まあ、例えばコンドームが破れてしまったとか、えー、低用量ピルを飲み忘れてしまったとかあとは性暴力被害に遭った際ですね、えー、そういった際に、えー、緊急的に妊娠を避けることに役立つ薬に なっていますでこの薬のすごく大きな特徴は、えー、なるべく早く遅くとも72時間以内に、まあ、飲むっていう必要があるというふうに、まあ、なっている薬なんですね。でというのもですね、まあ、あの早ければ早いほど効果が高いというもので、まあ、時間が経つ につれてて効果は下がってしまう。でまあ、ただ、全体の,このまあ妊娠措置率ということで考えるとです、ねまあ、72時間以内に実際に服用できれば1.34%なんですけれどもあのまあ妊娠しやすい時期とかとの,、ね、あのまあ差も考慮するとまあこういうパーセンテージになってしまっていてです、ねまあ、かなりあのまあ早く飲みたいというのがまあ非常に重要な薬になっています。でこのまあ 長年結構使われている薬にはなっていて、まあ、WHO もです、ねまあ、この緊急避妊薬についてはさまざまなファクトシートなどを出しています。であのこの緊急避妊薬を薬局でプロジェクトの方にで,ですねこの WHO のファクトシートをベースにあの8つのしておきたいことということでまとめています。 で、まずはですね。まあ、思春期を含むえ、全ての女性に安全に使用できるというところで、まあ、30年以上前から使われている薬ですしね。あの繰り返し使用しても健康上のリスクはありませんよとなっています。で、また、あの1回であの摂取するというものなので、あの血栓症のリスクとかも低容量ピルと違ってね。ありませんよ。となっています。で、重い副作用や長く続く副作用もありませんえー。最も,も一般的なものはですね。まあ、月経不順とか。 疲労感とかあるんですけれども、まあ、非常に最初に軽くあの終わるというものになっています。で、えー、またこれを服用したからといって、まあ、例えば子宮外妊娠のリスクが増加したりとか将来妊娠しにくくなったりとかもしませんよというふうになっています。で万が一例えば妊として実際になししっていまととても、えー、まあ胎児に害を与えるといったこともありません でまたですね、まあ、実は今年中絶薬というのも承認されて結構ここがね混同されやすいところなんですけれども中絶薬というのは妊娠してしまったことが分かってで妊娠を止める薬中絶するための薬なんですけれどもこの緊急避妊薬というのは、まあ、妊娠をあの防ぐというものなので、まあ、結構根本的に違う薬になっています。 でえー、またですね、まあ、市販化された場合に女性は情報を理解し正しく使用できますよとかですねでまた入手しやすくなったとしても、えー、否認のない性交とか性感染症のリスクっていうのはまあ増えませんというのもデータとして出ているというものになります。 でまあ、こういった、ねあのまあ、質も高いしあの非常にニーズもある薬というところで,で、ねまあ、WHO はこの緊急貧困薬を必死薬品リストというのにまあ載せています。でこれはです、ねまあ、世界中のどの国であの、まあ、あの病院とか、ね、作るにしても最低限必要だから準備しておきましょうねという薬のリストになります。であのまあ、そこで、ね、意図しない ない妊娠の不安を抱えるすべての女性女の子に緊急避妊薬にアクセスする権利があるというふうになっていまして、まあ、WHO はですね、まあ、処方箋なしで市販で売れるようにということもです、ねまあ、強く推奨しているというところです。でまたですねあのこれはまあ権利という側面でもやっぱり見れるものでありまして、まあ、この「あの。 なていうんですかね番組のタイトルの S R H R、えー、生徒生殖に関する健康と権利ですねまあ、そこの観点から見てもやっぱりじゃあ子どもを産むか産まないか産むならいつ何人産みたいかっていうのは自分で決めれることでそれに必要なあ。 ケアアとか支援にアクセスできることもこの SRHR の中には含まれていて、えーまあ、そういう意味ではもちろんですねこの緊急避妊薬へのアクセスっていうのもこの生徒生殖に関する健康と権利の側面から見ても、えー、私たちの権利ですよって言えるところかなと思います。 で、えーまあ、こういった状況もありますので世界全体でですねこの緊急避妊薬のアクセス改善というのは進んでででいるところですで、えーまあ、大体にあの今世界で90カ国以上で、えー、薬局で処方箋なしで入手できるんですけれども、えー、それだけではなくてですね例えば、えー、フランスとかを見てい,る見ていくと最近大きな動きがありまして。 フランスではですね全ての未成年が緊急避妊薬を処方箋なしで無料で入手が可能っていうふうに2022年はなっていたんですけれども、まあ、今年からはですね、まあ、全ての女性が処方箋なしで、えー、無料で緊急避妊薬を薬局で入手可能というふうになりましたでそれ以外にもですね、まあ、18歳から25歳は薬局でコンドームも無料だったり性感染症決算も無料だったりとですね、えー、まあそういった、えー、まあ進展があると。 他にもですね、まあ、ベルギーも、えー、全ての女性が無料で、えー、入手可能になったりアイルランドもですね、えー、すごく表現としていいなと思うんですけれども、まあ、今年から、えー、17歳から25歳の全ての女性と子宮を持つ人が無料で緊急避妊薬を含まれる避妊薬を入手可能になったというところで、まあ、本当にまあ緊急避妊薬を薬局で処方せなしっていうのはまあもう前提としてあってそれをさらに無料にしていくっていうようなあの流れがあるのがこの今の緊急薬です 貧血のま世界の状況かなというふうに思います。で実際にじゃあなんでこういうふうな変化を遂げているのかというとですね実際にこの入手しやすくなるというデータも実際存在しているっていうところもあります。えー、例えばですねこのリトアニアとポーランド非常にまあ、えー、似た地域なんですけれどもまあ、緊急貧血がオーしかされていないポーランドとされたリトアニアっていうところをま比較するとですね、えー、まあ、より OTC にした方が、えー、早く服用できるというところで、えーまあ、12時間以内に、ねあのー、接種できた人が、えー、OTC 化されているリトアニアではもう約8割だけどポーランドだとまあ4割にとどまるというふうに、ね、あの非常に変わってきてしまうというところですね。で、えーと まあ、アメリカとかイギリスでもです、ねまあ、似たような、えー、調査というのはされていてですね、あのやっぱり、まあ、OTC 化になっていた方が、まあ、より早く入手できるとでまた特にですねあの、大きく変化するのがこの週末のアクセスというところでで、えーまあ、OTC になった方がこの土曜日と日曜日、まあ、結構ね病院が空いていない時期に、えー、も、えー、入手しやすいというふうに、まあ、変わっていきますよというふうに言われています。 で、一方でですね。まあ、日本ではあのまあ、処方箋が必要で、えー、まあ、値段も1万円前後という風になっています。で、先ほどのね。まあ無料の国とか。あと、まあ例えばスウェーデンとか。でもあの薬局でまあ、2000円もしないで買えるというようなもので。私結構いろんな国で見てるんですけど、あのまあアジアとか。まあ,あとまあ数百円とかから買えたりとか。あのルワンので1年あの？ 過ごして私仕事をしていたんですけど、まあ、ルワンダとかでもまあ薬局で数千円で買えたりとかですね、まあ、非常に何て言うんですか、まあ、5,000円とかを超えてくるって、まあ、なかなかないっていうような状況なんですけど、まあ、日本だと処方箋が必要でかつ1万円前後中には2万円とかねあのこれ完全に自費診療なのに非常に高額だったりしてきました。 で、そういった結果どういう声が上がっているのかというとですね、まあ、非常に手に入りにくいというところであのまあ高額すぎるというのもあるんですけれども、えー、それ以外にもね先ほどのまあ土日祝日で病院がやってないとか仕事とか学校休めないなとかですね、あとはまあ特に若い人になると人目も気になって受診的ハードルがあるなとかあとまあ地方のために、ね、あの車 でもじゃあ親にでもあとはですね、まあ、最近オンライン診療という、まあ、あの形もねあの一部解禁にはなってるんですけど結局、まあ、オンライン診療だとこれ時間がね大事な薬なので、まあ、翌日になってしまったりとかもうちょっと時間がかかってしまって結局72時間以内に間に合わないとかですね、まあ、いろんな障壁っていうのが残念ながらあるのが現実です。 でまあ、そういったものをきれいにこうハードルとしてまとめるとですね、まあ、3つ挙げられるかなと思います。一、まあ、つが物理的なハードル、えー、地理的な問題とか夜間休日の問題ですね。 あと心理的ハードルというところで、まあ、本当にあの産婦人科とかはもっとあの10代とかから本当は行けてていいはずな場所なんですけど、まあ、なかなか日本では結構ねあの、まあ、妊娠して初めて行く場所みたいな雰囲気もあったりするので、まあ、結果として周囲の目線が気になったりっていうのがあります。 ただ、費用的ハードルとというところですね。であのぜひあの知っていただきたいなと思うのが実は性暴力被害を受けた場合はですねあのワンストップ支援センターっていうところだったりとか警察に届け出ると、えー、無料になることもあるんですけれどもでもまあそもそもなかなかね性暴力被害ってあのそれを被害とこう 実感できるまでに時間がかかってしまったりとかやっぱりいきなりねあの初めて会った人に性暴力被害でって、まあ、例えば産婦人科で言い出せるかっていうとなかなか言い出せなかったりしてですね結局この高額な負担っていうのがあの当事者にのしかかるっていうのは大にしてあるかなと思います。 で結果としてですね私たち何度もあのオンライン調査という形でやってるんですけれども、まあ、アクセスに障壁があるよというふうに、えー、答えてくださった方の96%というところであの、まあ、なかなかしんどいというところかなと思います。であのこの緊急変異っていうとですねなんかこうよっぽどこうなかなかそういう機会ってないよねよっぽど。 得意な人が使うものみたいなあのイメージがある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、実は、まあ、誰でも必要になりうる薬というところででして、まあ、例えばですね、まあ、そのオンライン調査でですね出てくる数字になりますとじゃあなんでこの緊急避妊薬あの使ったんですかどんなあのきっかけがあのこの妊娠不安につながったんですかっていうふうに聞くとですね、まあ、大体毎回圧倒的にトップに出てくるのが、まあ、コンドームの 失敗とというところで、まあ、日本ってあの圧倒的にコンドーム飲んでの否認っていうところがあの多い国なので、まあ、本当に誰でもあの必要になりうるで、まあ、残念ながらあの性暴力っていうのもいつ誰がね受けてもあの可能性はあるというところであの、まあ、なかなかその他人事っていう薬ではないのかないつでも誰でも必要になりうる薬っていうのがここからも伝わるかなと思います。 まあですのであの、まあ、やっぱりアクセスを改善してほしいということでですね、まあ、この緊急避妊薬を薬局でプロジェクトというところであの、まあ、共同代表もさせていただきながら今みたいな調査を行ったりとかオンライン署名したり院内勉強会したり賃料を持って行ったりさまざ、あ、まなことをあのこれまで取り組んできたところです。 でぜひあのこのオンライン署名とかねまだやってないよっていう方はあのご協力いただけたら嬉しいんですけれども今17万室をあの超える賛同をいただいておりましてあのぜひ、まあ、20万室をねあの次目指して頑張っていきたいなというふうに思っています。 でこのプロジェクトとしてはですね、まあ、ただ薬局で売ればそれでいいっていうところではなくてじゃあ薬局でもね安心安全にちゃんと使えたりとかそもそもあのそれ自体があの緊急避妊薬の情報も含めてねちゃんと情報があの行き届いたりとかですね、まあ、そういったあらゆるまあその環境 作りというところも含めてあの求めてきたところかなと思います。で、そういう中でですね、2021年の5月にあのこのまあ緊急皮肉を薬局で売ってほしいという要望を厚労省に提出しました。 であの実は2017年にもですね厚労省ではこの検討が行われていてただその時はですね、まあえー、性教育が足りていないとか性が乱れるといったようなところで、えーまあ、時期とということでで却下になっっっててししままたた。んですね、否決されてしまったでそれからまた要望を出してなかなか難しいことなんですけど一回却下されてしまったのでただまあこの頃はですね、まあ、新型コロナウイルスの,あの蔓延とかもあってですね、まあ、なかなか病院に行くことさえ難しい 難しいという中で、まあ、この緊急避妊薬のアクセスが一層難しくなってしまった、まあ、WHO とかでもですねこの,緊急このコロナ禍において、まあ、特にこの薬局販売っていうのを考えるようにというような文書も出していたので、えーまあ、要望を出して、えー、2022年の3月にはですね、まあ、要望者として、まあ、当事者の声を届けたいということでこの参考人として検討会に出席したりしました。 でこの検討会だからですねまあ本当にじゃあこれを本当に今必要とするような人たちがどれだけいるのかというとですね、まあ、男性がそもそも圧倒的に多かったりして本当にこの10代20代、えーまあ、今。 妊娠したらまずいっていうのはその後の年齢ももちろん続いていくんですけれども特にアクセスもしにくい人たちっていうのは、まあ、この会議の場にはああ残念ながらいないという現状がありまして、まあ、そういう意味でも声届けたいなというところで行きました。で本当はね全部の検討会に参考人として出たいなあなんていうふうにもあのお願いしたりはしてたんですけど、まあ、残念ながら1回というところで力を及ばずだったんですが、はい、ということでした。 で、えー、まあじゃあその当事者の声がなかなか本当届かないんですよね。で、そういう届かない中で。 こういろんな懸念ばっかりがただただ上げつらわれて、えー、どんどん時間が過ぎていくというような2年間だったんですけれども、えー、一つまた大きな転機がですね、まあ、今年の初め、えー、このポリタスでもねお伝えさせていただいていたなと思うんですけれども緊急避妊薬のこの OTC 化についてですね薬局販売について、えー、どう思いますかどんなふうだったらいいですかねというところで、えー、パブリックコメントの募集がありました。 パブリックコメントっていうのはですね、まあ、新しい制作とかあの作るときにあのいろんな人から声を集めましょうねというところで、あのーまあ、誰でもねあの声を届直接届けられるっていう仕組みなんですけれども、まあ、そこでですね、まあ、全てのこの OTC 化する薬品についてあのパブコメン集めてるんですよ。で、あのー、じゃあ他の薬品とかどのぐらい集まってるかというと本当にもう一桁少ないとも二2件とか。 多くて7件ですね。本当に少ないんですよ。なんですけど、まあここの研委員に関してはですね、なんと4.6万件のあのまあ意見が集まって、うち98%が OTC 化に賛成で、しかもあのじゃあ2%が反対なのかというとですね、あの。 まあ反対権は1%で残り1%は賛否が不に見えているというところになっていて、まあ、本当に非常に多くの人がですね、えー、関心を持ってえ早く薬局で売ってほしいというふうにえ言っているというところがまあ非常に如実に表れたかなとで実はまあ2017年の時にもまあパブコミが集められたんですが、まあ、その時には300件程度、まあ、私もねその時ちょうどスウェーデンから帰って 来たタイミングかスウェーデンにいるタイミングかぐらいで、まあ、本当に緊急入国を薬局で間近で見つけたタイミングだったので、あのー、書いたんですけれども、まあ、その時からある意味でまあ150倍ぐらいの、ねあのー、関心が高まったというところで、まあ、真摯に受け止めてほしいななんていうふうにまあ心から思っていたわけなんですけれどもじゃあこれでどういう結果が出たかというとですね、えー、年5月の検討会で えー、急に出てきたた話だったんですね、えー、一部の地域の薬局で試験、えー、的な運用をしたらどうかというところで,で、えー、じゃあ,まあそうしましょうということで6月の26日に、えー、じゃあ試験的運用にしましょうという決定がなされましたでまだいたい次の夏頃からねあの始めようというふうに言われて、えーでまあ、なかなか情報出ないんだどうしたんだろうなんていうふうに言っていたところでしたね。であの 一般的にはです、ねまあ、別にこの OTC になるのに試験運用とかした試しっていうのはこれまでになくてでしかもですね、まあ、他の薬剤って大体パブコメ前に2時間の、うん、検討会のうちに何個も、まあ、5個とかぐらいですかね、まあ、薬品をそれぞれ、うん、意見出し合ってパブコメやってでまたそのパブコメ受けて 2, 2時間でそれ全部薬品いやって。 薬剤扱って、えー、最後薬食診という場に持ってかれて終わるんですよ。なんですけど緊急にも緊急薬だけで2時間みたいなのを7回とかやっていてですねでその上でさらに、えー、試験運用ということで、まあ、非常に圧倒的なこの時間がかけられているっていうところも非常に得意なところかなと思います。 でじゃあ実際どんな試験的運用をしていくかというところなんですけれども、えー、資料が厚労省からこちら出ていますね、えー、一部の薬局で、えー、試験的に女性にまあ販売を行うとで、えー、じゃあ適正に販売ができるのかとか、えー、チェックリストとかリーフレットを使って問題ないのかとかですねそういうのを実施しちゃんと分かるような研究がしたいというところで、えー、まあ対象としては薬局と。 購入者とあと薬局と連携する産婦人科というその3つの、えーまあ、ステークホルダーに対しての、まあえー、調査がなされるというところですね。で薬局に対しては、 まあちゃんと説明とかできたのかとか夜間と日祝日どうやって対応していたのかといったことを調べるとで購入者に対してはですね、まあ、ちゃんと避妊、えー、が成功したのかとかあの、まあ、産婦人科行きましたかとかサービスに対する満足度というところであとは最後、えー、産婦人科に対しては、まあ、じゃあちゃんとまあうまくね連携が取れていましたかとかですね、まあ、そういったところを、えー、聞くというところでした。であの、まあ で、じゃあどんな薬局で販売するのかというところでですね、これが非常にシビアなんですね。えー、と、4つね、あのまあ なんて言うんですかね、こう条件が挙げられたんですけれどもまずは、えーまあ、先ほどお伝えしたオンライン診療で最近はね緊急頻繁薬が薬局から入手できるようになったというところもあって、えー、オンライン診療のためのこの緊急頻繁の研修っていうのをやってる人が実は今1万人以上日本でいる状況なんですね。なのでまあそれを受けた人。であとは夜間。 え土日祝日の対応が可能でかつなんかこうプライバシーをね確保できるような個室があるところで、えー、近々の産婦人科とワンストップ支援センターともちゃんと連携することというまあ相当こんな薬局日本に探してあるのかしらみたいなですね、まあ、非常に、まあ、原則と言われつつも非常に厳しいあの、まあ、条件が課せられたというところでしたね。 はいでじゃあ実際どういう風になったのかというところであの、まあ、これの調査の中心を担ってるのはですね日本薬剤師会というところなので、まあ、そこが今回ですね、まあ、この試験的運用についてのウェブサイトを作りました。でこのウェブサイトを見ないとですね、まあ、なかなか対象薬局もからないしというところでぜひ今回ですねみんなで一緒にこのウェブサイトを見ていこうかなと思います。はい まずねこのサイト自体がなかなか検索しても出てきにくいというところで非常に残念なんですけれどもこちらがですね緊急に一部薬局で試験販売インフォメーションということでウェブサイトになっています。どううでしょうかか結構なんか文字が いっぱいあるなというところで、まあそこもなかなかね。特にあの若い人にとってフレンドリーな内容かというとまあ、なかなかそうではないというところになっています。で、これで終わりなんですよ。あれみたいなどこに売ってるかとかよくわかんないっていう感じかもしれないんですが、実はですね。まあ、こちらにありましてえー、4つチェックボックスがあります。えー、まあ、研究 の手順に沿って購入することとか薬剤師の目の前で免前内服の内容で年齢によって販売できない人がいますよとかですね、えー、まあ状態によって販売できないこともありますよといったことをチェックボックスして確認しましたってなるとここも緑になるんですねそうすると初めてとりあえず買が出てくるとなかなかねこうアクセスしにくいでしかも全国で145店舗というところで。 じじゃあ実際どんなな感じでアクセスがなっているのか47都道府県あるので、まあ、単純検査で約3県ずつというところなんですがじゃあ今私の東京を見てみると東京で5県とかなんですねじゃあ例えばまあ神奈川で見ると神奈川は6県というと、まあ、結構大きいところはそうなんだけれどもじゃあ千葉とかになるとまあ例えば3県埼玉県3県 群馬県,3県、まあ、どこ見てても3県といいううよなな感じになっていますで例えばですね、まあ、北海道とかはですね結構シビアでですね、まあ、ど,どれも旭川にのみ3件というところで,で、まあ、ホームページもあるところがあったりないところもあったりというような状況ですね青森も2件というところで、まあ、なかなか、うん、少ないというのも、えー、見ていただけるところかなというふうに思います。で、えー、ここの 薬局から、えーまあ、自分に近いところを探して、えー、まず電話をかけるんですねで、まあ、今対応してもらえるかとか在庫があるかとか値段を確認して進んでいくというような手順になりますで他にもですね、まあ、詳しい販売できる人とかできない人とか留意事項とか、えー、じゃあどんな持ち物で、えー、ステップがあるのっていうのもねあのここに書いてあるような状況です。 でまあ、行く前にまずはです、ね、この説明文書という,こ,のどうこういう研究ですよっていう説明を読んでくださいとかねあの同意をじゃあしてくださいとか、まあ、かなりうん,となんていうんですかねお役所的なこう文字をたくさん読まなきゃいけないっていうような状況があるのが。 まあ特徴かなといいう,うに思いますでこれを読んでいるとなかなか難しそうというところなので、えー、ちょっと分かりやすくねあの手順というのをまとめてみま,した、えー、まずはですね先ほどお伝えしたような形で4つの確認事項にチェックをした上でですね、えー、対象薬局を探して自分が行けるところを検索すると。 でえー、結構人によってはですね、まあ、県境にいて隣の県の方が近いとかっていう場合もあったりするので是非自分の県だけではなくてね周りとかも見てみてほしいなとは思うんですけれども、はいでえー、先ほど電話番号が載っていたと思うので電話をして在庫とか値段を確認するで、えー、身分証を持って薬局に行くというところなんですが、えー、シビアなのがですね、まあ、16歳17歳は。 親の同伴が必要というところで15歳以下ですね、まあ、入手ができませんで18歳以上であれば一人で行けるというところですねで、まあ、向こうで研究参加の同意事前質問書に記入をして薬剤師の面談説明を受けて服用できますねとなれば薬剤師の目の前で服用する、まあ、悪用とか乱用されたらいけないというところでですねこういった処置が取られることになりました。 で、薬代は7000円から9000円。で、えー、妊娠・検査薬を、まあ、使用した場合はです、ね、そこにさらにまあ1000円、2000円プラスされるというところです。なので、このお金を持っていかなきゃいけないと。で、その後にですね、まあ、2分程度のアンケートに答えて、薬局でのことは終了します。で、このトータル、薬局にいる時間というのはだいたい30分程度らしいです。 で、えー、そこからまた3から5週間後にですねメールで、えー、アンケートがまた、えー、来るとでそこに回答すると、えー、条件1000人でアマゾンギフト券500円分の謝礼が来るというようなそういったような流れになっていますどうでしょう皆さんこれ見てみてなんかいけそうだなって感じですかね結構なかなか難しいなっていう人もいるかもしれませんでもねとはいえまあ 選択肢が増えたっちゃ増えたというところなので、あのぜひ知ってみてほしいなと思うんですが、じゃあそこの今のね中で、えー、入手できない人はどんな人かというところも今回まとめています。えー、まず男性とか代理人とかそのままあ、本人でない人っていうのはなかなか、えー、入手ができないと。で、あとは研究 に、まあ、同意しませんよってなるとですね、まあ、これあくまで研究調査というためなので、えー、そういう人はじゃあ病院に行ってくださいという,ふうになりますであとは妊娠している人だったり、まあ全時間まあ、72時間を、えー、心配な性行為から超えている人であと、まあえー、体の状態にして筋肉が使用できない人。 で、あとは性行動員年齢にに達していないいな方、16歳未満という,ふうにありますで。ただですね私は結構この書き方に腹立たしいなと思っておりまして、まあ、確かにですね、まあ、今年法改正があって成功動員年齢16歳になりました。なんですけどあのここでねピンとくる方もいるかもしれませんが実はですね、まあ、13歳からはですね、えー、5歳差要件といって差が、えーまあ、5歳以内であれば、えー、この 性同意年齢16歳になっていなくても5歳以内だったら、えーまあ、その相手が性行為をしてきても、まあ、必ずしも全部が暴力になるわけじゃなくて同意がなければないことの証明というのが必要になってくるというところでですねこの性行動員年齢16歳とするのはある意味間違っているなというふうに思っていてだけれども、まあ、ここでは16歳って書かれて。 法律的には5歳差未満の人だったら同意する能力あるよねってされている13歳14歳15歳っていうのはまあ無視されてしまっているっていうのが非常に。 残念だなといいう,うに思いますで。またですねこれはまあ全部日本語で行うので日本語でコミュニケーションを取れないと調査研究に参加できませんよっていうふうにもなっていて結構本当に旅行者の方とかもねあの薬局でのアクセス非常に必要としているところなので、えー、今回ここのね制限があるのも非常に残念だなというふうに思います。 でまあ、そのような形でですね、まあ、入試できない人もいるというところであの今回薬局だけになるのではなくて今までの産婦人科の受診とかオンライン診療というのに加えて薬局というところになっています。まあ、なので、まあ、例えば近くに薬局がないとかですね、えーまあ、この今までの条件の中で外れてしまうという場合はこれまでどおりです、ねまあ、産婦人科であったりとかオンライン診療というところでアクセスしようとあのを まあ、トライしてもらえればなといいううふうに思いますでこの調剤薬局なんですけれども、まあ、残念ながらですね、まあ、この全国に広まっているっていうよりかはあの、まあ、例えばそこに薬剤師さんがいなかった時にあ,の、まあ他の近くのところに誘導できるように結構場所が固まってるんですねあの北海道も旭川だけだったりしたと思うんですけれども。まあ、なのでで結構ですね、まあ、地理的に t w ツイッターとか見て、X とか見てるとですねあの、まあ、これだと往復6時間かかるわとかそういった声もあったりしてですね、まあ、ほとんど無理っていう人もいると思うのでそういった方はこれまで通り産婦人科とかオンライン診療でアクセスをトライしてください。はい、というところでですね、まあ、今までこの今の試験的運用について見てきたわけですけれどもじゃあどんな課題があるのかというところでまとめてみました。えー、まずはですね、まあ 今まで見てきて皆さんも感じていると思うんですけれども、まあ、購入可能な薬局が少なすぎるというところで、まあ、日本に実はです、ね、薬局って6万件以上あると言われているんですねでそこの中の145店舗ということは0.2%というところで、まあ、今回はです、ねまあ、薬剤視界に入っていて目の届く範囲というところで、まあ、条件も非常に厳しくてというところなんですけれどもそれにしても少なすぎる。 でまあ、特に未成年者に対してはですね、まあ、あの同伴であったりとか、えーまあ、科学の問題もあって、まあ、なかなか結局入手しにくいままじゃないかというところで、えー、あとはですね、まあ、情報開示も非常に限定的というところで、まあ、私たちもですね本当にこれ11月の28日に開始されたんですけど開始日までほぼ何もわからないっていうような状況だったんですねそこに開始されるらしいよぐらいな情報が新聞にある。 そのぐらいでですね本当にじゃあどこで取り扱いがあるのかとかもないですし例えばあのまあ一応、ね、保護者同伴というのがあるとしても、えー、と同伴でも高校生であれば入手ができるはずなんですよね。なんですけど例えばじゃあ公立高校とかで情報がねあのシェアされるかというとそういう予定はないというふうに言われておりまして、まあ、非常に限定的な情報開始。でこうなってくるとですね まあその実際に OTC 化した時全国でえあらゆる薬剤師のいる薬局でえ販売しますよってなった時とあんまりにもこうそうなった時にこのまあ適切な販売方法を調べるためですっていうんだけれどもあまりにもここの状況が違う中で。 一体何の調査ができるんだろうなっていうのはすごく思いますしここまで限定的な状況で、えー、人がどれだけ来るのか、えー、何度もですね、まあ、厚労省にも尋ねてじゃあ一体何人来たらどれだけのケース集まったら十分なんだって聞いてもいやそれはなんか、まあ、十分これで安全に安心に提供できるなと思うまでですっていう感じでですねまあクリアなゴールみたいなものもないんですねでそれをじゃあどこが意思決定するのかっていうのも、まあ、なかなか クリアではないというととう、まあまあ、ここまで限定的だとアクセスする人もすっごく少ないかもしれないでそうなってくるとこの調査がそもそも存在意義みたいなところがですね、まあ、なかなか論理的にこう説明しにくいんじゃないかと、まあ、そういうそもそもという問題点もあるかなというふうに思っています。 でまたですねあのこの調査にはじゃあ誰が関わっているのかというところで、えー、厚労省の情報を見るとですね、えー、まあ薬剤師会の方とかも入っているんです薬剤師の方とかがね中心なんですけれども。 研究協力者として例えば、えー、足立智子さん田辺京子さんというところで、まあ、お医者さんが入っています日本産婦人科医会で、まあ、非常にこの検討会の中でもこの緊急頻繁薬の薬局販売に対して、えー、後ろ向きな発言を、まあ、されてきた方っていうのが唯一の医師として入っていますで、まあ、日本って非常にヒエラルキーのね強い社会の中で本当にこの、まあ、医師と薬剤師っていうのが並んだ時にあの まあヒエラルキーとしてはね医師の方が強いというところで、まあ、この中でどんなパワーバランスがあるのかというのは非常に気になるところですし例えば日本産婦人科医会の解放とかを見るとですね一番最初のページに、えーまあ、会長のねあの発言とかがあるわけですよ。でえー、それを 読むとですね、緊急頻薬の OTC 化については厚労省文科省法務省関係に要望書を提出しました一般医薬品とすることには断固として、えー、反対しますそれより性教育が重要ですという,こう話が並ぶんですけれどもこの断固として反対する、えーまあ、団体を代表して の医師がまあ2人入っているというふうになるとそもそもこの研究自体がどこまでフェアに行われるのかで実際にこの検討会の中でも以前ですね、まあ、いやじゃあ、えー、この医会の会員にアンケートを取りましたというところで産婦人科医はじゃあこの OTC にどう思っているのかというアンケートがなされたんですねでそこでまあ条件付き賛成、まあ、こういうことしたらいいんじゃないというふうに例えばまあ請求の拡充とかですね、まあ 私が見ても例えば性教育の拡充があったらいいなとは思うのでそういうふうに丸つけるかもしれないんですけれどもでそれか、まあ、条件もう一切の条件なしに賛成、えーまあ、みたいなねそういったか反対っていうふうになってたんですけれども、えー、もうその条件付きで。 まあ賛成したいっていうふうに言った人たちが全部反対としてカウントされて表示されて非常に多くの婦人会が反対していますっていうような資料が作られたこともありましてその後にまあミスでしたということで訂正されたんですけれども、えーまあ、そういったことも既に起きている中で、まあ、この非常にクローズドな研究のメンバーという中で、えー、まあ この研究自体がですね、まあ、設計見てもまあなかなか分かるとおりどこまで本当にこの OTC に前向きに生かされるような設計がされるのかなとか進捗がされるのかなというのは非常に心配をしています。で私としてはですねやっぱりこれ若者にとってどうかっていうところをですねやっぱり皆さんと一緒に考えたいなというふうにすごく思っています。 でこの試験的なの入手条件若者から見るとどんなふうに見えるのかというところでですね、まあ、まず16歳未満を対象外で、えー、公立高校などにも情報共有の予定はなくて、まあ、電話で予約しなきゃいけなくて全然日本にもなくて保護者の同伴が、ね、16歳17歳必要で,で調査に協力してそれこそまあメールで2回目の調査が来るということは、まあ、メールアドレスも出さなきゃいけなくてお金も高くてで面前内服。 で、これがまあ若者にとってどんな意味を持つのかということをですねちょっと皆さんと考えていきたいんですけど、まあ、一応ですねあの まあ、WHO の文章とかを見ておくと13歳から16歳の女子を対象とした研究でもみんな使用安全に使用できたし正しく使用できるし性的行動に影響を与えることもありませんよとでむしろですね思春期の子どもたちは強制性交の割合が高いこと避妊薬を入手することに対するスティグマがあること計画的な性交を行いづらいこと避妊の失敗が多いなどの理由から特に緊急医薬を必要とする可能性がありますというと ところで、まあ、制限するところがむ,むしろこのより必要とする可能性があるわけだからそこにまあアクセスよくしなきゃいけないわけで例えばじゃあこれ試験的運用なのはわかるんですけどじゃあ試験的運用ならよりこのじゃあ一番このアクセスしにくいけど必要ってされるこの若者に対してどうしたらよりアクセスがよくなるのかっていうのを見なきゃいけないと思っていて。それにはです、ね、彼女たちを省くような 設計にしたらそもそも一番見るべきところは見れないじゃないかというふうにも非常に思いますね。で やっぱりですね、そういうことを言うとでも、まあ、なかなかそういうことを言うとですねいろんな反対意見みたいなものを言われます、えー、悪用や乱用されるんじゃないかとかですね性教育がそもそも遅れてて若者なんて特に知識が若い女性は知識がないとかですね、えー、容易に手に入ると避妊具の使用が減るとか、まあ、いろいろ、えー、そういった言葉を言われます。だけれども、まあ、あの WHO はですね、まあ、繰り返し苦用しても健康上のリスクはない上に、えー、じゃあ,まあ悪用とかね 内容とかっていうのがまあそういった懸念になることはないっていうところで性教育もですね、えー、ちゃんとまあラベルとかがちゃんとしてれば容易に理解できますよというふうに言ってますし、まあ、無防備な性功や性感染症リスクが増えるわけではないというふうにも、えー、まあデータで言っているというところでですねあの本当にまあ懸念をあげればね。 それは何,何をやるるにしててももいくくらでも出てくるとだけれども、まあ、長年海外ではねすでに薬局で販売されてるわけだから、うん、そういうファクトを使いながらですね日本で取り入れていってほしいなというふうに思いますし特に悪用とか乱用というのはすごく言われるところなんですよね特に若者っていうふうに言うと。だけどその今はいあのなんて言うんですかね このじゃあ今度もしたくないからあのしないっていう人が、まあ、既にいるとで、えーまあ、緊急頻繁薬のアクセスが良くなるからじゃあそういうことしようっていうそ,そうじゃなくてですねすでに今もう別に緊急頻繁薬のアクセスがあろうがなかろうが今度もしないつって無理やりしない人はたくさんいるわけでで今そういう状況にある人たちを救うというのが重要でで、えー そういう人たちがいるからアクセスが制限されて人が苦しむのではなくてそういう人たちがいないような性教育をするべきというところでその性教育の話と緊急避妊薬の話は別軸で考えられなきゃいけないなと思いますしあの、まあ、両輪で進んでいってほしいなというふうに思います。まあ、なので まあ私たちとしてはですね、まあ、この間11月の28日ちょうどあの始まった日にですね、えー、OTC 化の実現を求める、えー、まあこの要望書というところをプロジェクトとしては出しています。えー、ちゃんとまあ国民に広く周知してくださいとかですね、まあ、薬局を増やしてほしいとかですねあとはまあそもそももうこの早く試験的運用をやめて、えー、確実に入試できるように全面的な OTC 化を実現してくださいというところで、えー 出しましたでこの緊急あのこのこ調査なんですけれどもなんと25年の3月まで、えー、あるというところでまだまだ長い道のりになりそうというところでね、まあ、本当にに早急にあの動いいいてほしいというとうころでままああ要望書を出した次第ですです、まあ、これからじゃあどうなっていくのかというところなんですけれども、えー、調査はお伝えしたように2025年の3月までで具体的な提供目標係数などはないと。で、えー、まあ この当事者のなき調査研究チームで、えーまあ、調査が進みそれをもとにですね、えー、厚労省の役職審で審議でここの審議もですね、まあ、なかなかあの表には出てこないようなところになりますでもう一つ重要なのがですねじゃあ OTC で、えー、売りたいですよっていう製薬会社が挙手をしないとですね緊急医薬売られないというところがありますどんなにねこの調査とかが進んでもで。私たちが懸念しているのは じゃあこの調査研究をして、えー、全然人が来ませんでしたとじゃあそしたらまあそのじゃニーズが少ないねってなってこの挙手というのがあのするところがされる可能性が減ってしまうんではないかというところがですねあの非常に、えー、まあ私たちとしては懸念しているところでこの調査がですねこういった挙手を、えー、妨げないようなあの形にはなってほしいなというふうにおな思っています。でまた、えー、この じゃあ対象の薬局が、ね、145件から広まるかというのもまあ分からないというような回答で,で、まあ、来年のためにですで、ね、に1000万円の予算が計上されていて、まあ、今年も、えー、1000万円なんですけれども、まあ、同じお金がまあ出されていると。 でまあ、来年も続くのであればぜひここは広がってほしいなというふうに思いますし、まあ、調査研究もですねあのやっぱり当事者を交え当事者だったりとか支援者っていうところを交えて本当にアクセスしにくい人たちの声が届けられる人っていうのが、まあ、中に入って、えー、ちゃんと動かしていってほしいなとでやっぱり性暴力の刑法改正とかもやっぱり当事者が入ったことによってその法律の専門家の人たちだけではなくねそこに当事者が入ることで、えー、本当にまあ当事者に より沿うようなあのこの改正というのがなされた部分もあると思うんですよね。なので、まあ、そういった変化っていうのが、緊急避妊薬でも見れたらいいなというふうに思っています。はいでですね。あのまあ、ちょっと視点を変えていきたいんですけれども、まあ、この緊急避妊薬の、うん、あの推進に関してはですね。実は今年国連のあの？ 人権レジ会でもでもすね、まあ、韓国が2か国から出ているところになっていて以前ねあのこの知床 SRHR でも草野さんをお招きしてお話したところなので興味ある方はぜひそちらもご覧いただけたらと思うんですけれどもえそこではですね、まあ、この緊急医薬を医師の調整なしに薬局で購入できるようにというのも、えーまあ、ちゃんと受け入れると、えー、で受け入れるとしたら本当に進めていかなきゃいけないんですよね。まあ、なのでそういった状況もありますしあの女性 骨太の方針の2023年にも入っていますでそれに加えてですね、まあ、今年 G7 がありましたねあっという間に今年も <laughs> 終わりそうですけれどもあのでそこではですね、まあ、G7 で何するかっていうと、まあ、首相とか大臣が集まってこのこれからの方針を書くコミュニケっていうものをまあ書くんですね。で、 その中にも実はですね SRHR といいう文言入っています。日本主導のものなんだけど入ったんだみたいに思うんですがすべ、えー、ての人の包括的な生と生殖に関する健康と権利をさらに推進することにコミットするとかですねまあ SRHR はジェンダー平等とかに不可欠っていうような認識であとはすべての人 忠実へ安全な中絶へのアクセスも含むすべての人の包括的な SRHR を達成することへの肝心なコミットメントを再確認するとか、まあ、そういった文言が入っていて、まあ、ここにはも,うもちろん緊急医薬のアクセスを含むというところで、まあ、いろんな角度でですね、まあ、進めるというところが入っているので、まあ、本当にこの、まあ、実際に試験的運用はせっかくやっ,たやってるけどなかなかアクセスできないではなくて。えー、試験運用が進んで、まあ、より いろんな、ね、対象地域とかも拡大して本当にこれが進んでいるんだみたいなのが、まあ、目に見えるようになってほしいなというふうに思います。で最後にですねえー、っと、まあ、先ほどから当事者の声というところでお伝えしてると思うんですけれどもじゃあどんな声が届いているのかというところで最後にそちらを皆さんと共有して、えー、終わりにしていきたいなと思います。でこれまででやったですね、まあ、アンケートとかから、えー いいいいいただいたただ声をねご紹介したいなという,ふうに思いますまずですねまあ、この18歳以下の人たちの中で、えー、OTC、まあ、このアンケートに答えてくださった方は94人いましたでそのうち92人が賛成で17人がね緊急避妊薬使用経験がありました。 でじゃあなんでで賛成してくれたかとというとですね、まあ、例えばえ自分がそういう状況に陥った時に診察の申し込みや電話等をする勇気が出なくて薬を買えず望まない妊娠をしてしまうのを防ぎたいからですというふうに言っていていやでも本当にまさにこの電話とかも勇気ないっていう声があるけど。 まあせっかく薬局で OTC ってなっても、まあ、今はね電話で最初に確認しなきゃいけないっていうところで結局まあ本当の意味での改善になかなかなっていないとかであとはですねやっぱ親について書いててい書、えー、バレたら何か言われるだろうなかななどと考えなかなか病院に行けないとか。 えーまあ、両親に、えー、緊急避妊薬が必要というのはあまり話したくない、えー、処方箋がいるなら親に行って保険証などを手に入れなければならない親に行ったらどれだけ怒れで殴られるかわからないため怖くて多分病院に行けない親の同意をなくしてほしい、まあ、そういった声がです、ねえー、今まさに親を同伴しろと言われている年齢の子たちから声が上がっています。 他にもですね、まあ、値段が高いからあーせめて後払いできる制度が欲しいというふうに言ってる子までいるくらいですねやっぱりこの今の値段設定って払えるものではなくてで、まあ、自由診療だからしょうがないって言われるのかもしれないけど国の調査でも7,000円から9,000円ってどうよってみんな皆さん思いませんなんんか私は思うんですけどね うん、で、えー、まあ若者ねなんかとりあえず何でもいいからこう欲しいんだみたいに言われることがよくあるんですけれども実際声をちゃんと聞いてみるとですね、えー、薬の解説もしてくれるし薬剤師は欠かせない存在だと思うとかあ天人に非妊薬の説明ができる人がいてくれたらなとか説明書を一緒に同封してほしいとかですね真摯にやっぱりえどうしたらいいんだろうって困るからねあのちゃんと。 あの教えてほしいなと思ってるわけです。だけど今は高すぎたりするからあの。 まあオンラインとかで安く売ってるものをそういった説明も本当は欲しいけどない中で買わなきゃいけないっていうそういう状況なんですよね。そこにアクセスをちゃんと向けてほしいいなと思います他にも知識者をなくしてほしいとか、まあ、社会全体の雰囲気としてもね物事せず買えるようにとか女性本人が決めるところだから人に口出してほしくない買うのが異常と思われないような社会を作ってほしいで。当事者 にならなそうなおじさん。会議するよりも、このようなアンケートなどが声を聞いてほしいという声も上がっています。で性教育についても、ですね、安、え、易、ーまあ、な性行為を防ぐためにしなきゃいけないのは、まあ、緊急。二百のアクセス制限じゃなくて、性教育を充実させることなんじゃないかとかですね。まあ、非常にま,あ、まあとも。 10歳の時に性被害に遭いました当時は何が起きたのかも分からなかったですもちろんその後の対応も何も知らなかったです緊急避妊薬が薬局で3倍されるようになったところでその存在を知らなければ何の意味もありません義務教育の過程でも遅いとなる前に正しい知識を身につけさせるべきだと思いますといった声も届いていますでまあそういった知識不足をねあの困っている女性を 経験医薬にアクセスしやすくすることを妨げる理由になるでしょうか性教育の不足とは近畿医薬へのアクセス不十分は別軸でしかし同時にお進めていってほしいと思いますということですねで他にもですねまあ、これちょっと数年前の声にはなってたんですけど今年ですねまあ、パブリックコメントの時もですねまあ、若い人たちも一緒になって、えー まあパブリックコメント書いてみようみたいなワークショップをしたりですねじゃあどんなことを送ったのかっていうのをあの差し支えない範囲で送ってもらうっていうことをしていましたでその中でですね実際に服用した17歳のあの女性の声が届いているので、えー、それを最後、えー、読みたいなと思います私が緊急医療薬を服用して思ったことはとても高価だアクセスしづらい心理的なハードルも高いということです 理由について話す前に、服用するに至った経緯について話します。知り合いの男の子と二人でいるときに、体をさらわれ触られ、何が起こっているかわからず、頭が真っ白なまま皮にせずにセックスをしました。したというよりさせられたという方が正しいかもしれません。相手の方と別れて一人で A 字につき始めたときに、これからどうしようという不安が一気に襲ってきました。 にしてない。でも中には出されてない。でも妊娠する可能性はゼロじゃない妊娠したら学校は排卵日はアフターピル飲まないといけない家に帰っても誰にも話さず翌日学校に行っても授業は頭に入ってこず学校から帰ると真っ先に家に帰り予約していた病院に行きました親に知れたら怒られる親には話せない周りからあれこれ言われるのが怖い周りに相談してもどこから話が漏れて噂になるかもわからない これらの不安・恐怖から、員を調べるのも、病院に向かうのも、服用したのも、家路に着いたのも、全部一人でした。まず、アフターピルの相場は8,000円から1万6,000円と言われていますが、私がアフターピルを購入したい院では2万2,000円でした。妊娠・検査薬や説明費込みでの価格であったこともあるかもしれませんが、とても高価だと思いましたし、今も思っています。高校生にとっての2万円と大人にとっての2万円、重みが違います。 私はアルバイトをしていないので貯金から薬代を出しました。2万円もするものなんて今まで買ったことがない。本当に服用する必要があるのかと悩みました。結果的に避妊薬を飲んだという安心を得るために服用を決めました。服用してからもいろいろ調べて海外で購入できることにがありこと、女の子が自分の身を守るための手段が手の届くところにあること、すべてに驚きました。 私がこれらの国に生まれていれば私,はあの私のあの莫大な不安はなくてもよかったのではないか。値段を理由に服用を迷うことはなかった。服用をためらう理由は副作用だけでいいのではないか。不安や恐怖を抱えながらすがる思いでアフターアピールを必要とする人がいるにもかかわらずずっとこの国の仕組みは変わっていません。性の関心が高まり声を上げやすくなった今。 変わっていかなければいけないと思います、えー、女の子たち女性たちの声が反映されアフターピールが当たり前の選択肢になることを願っています産みたい産みたくない妊娠したいしたくない私たちには自分の体のことを自分で決める権利があるはずですということではいいただいています やっぱりこういう声にですねあの切実に向き合うような運用というのがされていってほしいなというふうに思います。でやっっぱり試験販売になったことはは、まあ、それ自体はまあ良かったんだいうのも、まあ、2017年の時は、まあ、問答無用にじゃ時期早々って言って否決されてしまったで今回だってそういうふうになる可能性は十分にあったと思うんですよね。なんですけど、まあ、多分、まあ、パブコメだったり、まあ、いろんな。 あの声が上がが上ってさすに無視できないっていいいとう風にななななったんじゃないかなと思いますなのであのパブコメせっかく送ったのに意味なかったんじゃないかみたいなそんな風に思わないでほしくて、えーまあ、そういった声があったから今回資金運用になれたでああいうサイトもできたしでそれに対応する薬剤師さんもやっぱり、えー、その前にオンライン診療が解禁になって、えーまあ、そういう。 緊急にケアに関する、えー、トレーニングを受けていたという人がいっぱいいたから、まあ、今こういう状況にもなって、やっぱりこのこう足りなく見える一歩一歩みたいなところはね、あのでも一歩一歩進んではいるっていうのは評価したいなというふうに思います。なんですけど、やっぱりとはいえ、まああまりにも対象の薬局が少なかったり、えー、本当に必要としているで病院にアクセスしにくい若者、一番ある意味調査してあの。 より良い環境をね作れるべき若者っていうのが、まあ、完全に、まあ、実質的に入手できないような状況になってしまっている、まあ、こういったところが、まあ、ちゃんと変わってほしいで変わるためには多分、えー、とそういった調査の、まあ、メンバーの中に当事者が入るっていうのも非常に重要なところなのかなというふうにも思っているので、まあ、今年度、まあ、とりあえず3月までねあの調査があってまた来年からあの 来年以降も続くと思うんでですけどできたら例えばそういったタイミングであの、うんまあ、そういった見直しっていうのが確実になされるようにというふうには思っています。であのただですねやっぱり、まあ、あの薬局の選択肢が1個増えたっていうのはすごいことだなと思うしせっかく開始したのに全然人が来なくて需要もなければなんか何もこの調査で分からないストップみたいになってしまうと残念なので是非この あの情報をした方は自分のためにも周りのためにもあのこの情報を広めてほしいなと思いますしあの、まあ、ちょうど今、ね、月12月にも入ってあの、まあ、クリスマスに年末年始に、えー、これからですね、まあ、実は1年の中で一番この緊急入浴が必要となるのに手に入らない時期っていうのがやってきます。でなのでぜひねあの あのウェブサイトとかなかなかアクセスしにくいんですよ。なので、こういうここのサイトだよっていうのをちょっとあのとか SNS で広めてみるっていうだけでもすごく違うと思います。 ね、ぜひね情報を共有してみんなでこの,あのせっかく一部でも解禁になった薬局販売っていうのを活用してあの必要な人に届くようにというふうに思いますし私たちもそれがもっといい形で拡充するように声を上げていきたいなというふうに思っておりますのでぜひここでめげるのではなくね、まあ、一歩進んだと思ってみんなで前向きにあの。 え確実に歩みを進めていけたらななんていうふうに思っています。はい、ということであの1人でねペラペラと <laughs> 語ってみたんですけれどもあのこれからもね頑張っていきたいと思いますので「で緊急避妊薬を一部薬局で」というハッシュタグでですねあの自分の地域ではここがあの入手できるよというのを皆さんにあの。 さっきのねサイトからスクショであのツイートしてもらったりもしています。ぜひそれにも参加してもらえたらと思いますし、署名とかもね、まだ受け付けています。ぜひできるアクションをみんなで、えー、していけたらなって思っています。はいということでですね、今日の、えー、今こそ知っとこ SRHR 緊急頻繁試験運用開始を、えー、終わりたいと思います、えー。今日もありがとうございまましたたこの後ですね、えーまたえー、午後 7時から夜のポリタス TV もありますので、えー、こちらもぜひご覧ください、えー、皆さんご視聴ありがとうございましたまた目にかかりましょうさようならありがとうございました